ミエシュコニセイ・ランベルトは、ポーランド王。ボレスワフ・一世イと、王妃・エムニルダの子として生まれた。当時としては、非常に良い教育を受けた人物で、ギリシャ語とラテン語の読み書きができたという。1 0 1 3年頃から、クラクフ知事を務め、教会を多く建てていた。1 0 2 5年に、グニエズの出即位。1 0 2 8年初頭から、ドイツ軍の侵入に悩まされ、逆に、 ザクセンまで敵を追い返したこともある。ハンガリー王国と同盟して、ハンガリーによるウィーン占領に参加。ショアニベスプリムの存在は、年長者相続性を取ってきたポーランドにおいて、ミエシュコの王位を脅かすものであった。彼は兄を修道院に追いやるが、兄は、キエフ大公やロズラフ一世の軍事支援を得て、舞い戻り、1031年に、 ミエシコ軍を敗退させて王位についた。ベスプリムはドイツの総主権を認め、王冠や王家の宝石をドイツへ渡し、国土をミエシコの同母帝、オトン、重帝ティエドリックと共に分割した。ボヘミアへ逃げたミエシコはほどなくして、政権を奪還したが、称号は王ではなく公であった。彼はベスプリムを殺害し、オトンを排除して再び国を統一した。 この後の経過は現在でも謎のままであるが、三重志向は1034年に急死した。歴史家は貴族による暗殺と推測している。三重志向の死後、異教信仰を保持し続ける農民が大規模反乱を起こした。2013年、エッツォ家のロタリンギア宮中博エッツォの娘で、神聖ローマ皇帝夫を三世の命にあたるリヘザ、ロタリンスカと結婚。ありがとうございます。